世界初のクオーツ式腕で時計、アストロン。クオーツ時計とは、水晶振動子を用いた時計である。水晶時計、または、単に、クオーツとも、20世紀後半から普及し、それまでのゼンマイバネを使用した手巻きや自動管時計に変わって、現在最も一般的な時計となっている。ゼンマイバネに代わる駆動として、ステップモーターを使用しており、 電源が必要なため電池が内蔵されている。従来のゼンマイバネ式時計のデザインを踏襲したアナログ時計のほか、同じく電源が必要な液晶や LED を時刻、表示部に採用し数字で時刻表示したデジタル時計がある。水晶は圧電体の一種であり、交流電圧をかけると一定の周期で規則的に振動する。クオーツ時計ではこれを応用し、 通常は 32,768Hz で振動する水晶振動子を用いてアナログ時計の場合には地震の速度を調節しデジタル時計の場合はその信号を電気的に処理して時刻を表示する一般的なクォーツ時計の誤差は1ヶ月で15から30秒程度であり特に精度の高いモデルでは1年で数秒程度となっている原理的には 振動周波数が 32,768Hz なので32,768分周することにより1秒の信号を得ることができるが、水晶振動子の個々のばらつきや温度特性があるので、周波数の誤差が存在する。振動子のばらつきに関しては、水晶振動子の製造段階で、あらかじめ付加した重りをトリミングして、周波数を調整したり、 時計の段階で分周数を周期的に変化させる論理環境がある。使用環境による温度変化への対策としては稀ではあるが2個から3個の複数の水晶振動子を使い温度変化による誤差を補正する機能を有するものもある。クオーツ時計より精度が高いと言われる電波時計や GPS 時計は実質的には 電波に乗せられた原子時計による正確な時刻情報を1日に数回受信して時刻を修正する機能を追加したクオーツ時計の一種である。クオーツ時計は従来の機械式時計に比べ精度が高く維持管理が簡単などといったメリットがあるが、その一方で多くが一時電池仕様なので定期的に電池交換が必要である。また、 太陽電池搭載のものは電池交換不要と謳っているが2021年時点では二次電池の寿命が10年程度であり長期使用だと交換が必要になってくる場合があるクオーツ式アナログ時計に関してはクオーツ使用であっても物理的な運針機構があるため長期使用するなら定期的にオーバーホールが必要である電子部品が細かく複雑に配置されているため 故障時の修理は困難で、多くの場合は丸ごと交換することになる。ただし、メーカーの在庫がないと修理不可能になる恐れがある。第二次大戦後のスイスで作成された、クオーツ時計。ラ・ショード・フォン・インターナショナル・ウォッチ・メイキング・ミュージアム所蔵。1880年、クオーツの発電効果が、ジャック・キュリーとピエール・キュリーによって発見された。 1921年、最初のクオーツ水晶振動子が、ワルター・ g ケーディによって開発された。1923年、イギリス国立物理学研究所の D.W. ・ライト・ベル、研究所のオーレン・メリスンは、水晶振動子による正確な時間測定を行った。1927年、最初のクオーツ時計が、ベル研究所のオーレン・メリスンと、 JW ホートンによって作成された。しかし、当時は、農道素子に、真空管を使用していたためタンス並みのサイズになり、研究機関や放送局での利用に限られていた。1932年、クオーツ時計によって、地球の微小な周辺化が計測された。アメリカ国立標準局は、1930年代から1960年代の間、 原子時計にとって変わられるまでは、クオーツ時計を用いて標準時を定めていた。クオーツ時計が一般に広く使われるようになるには、半導体デジタル回路が安価に利用できるようになる1960年代を待たなければならなかった。一方、日本においては、1932年に従来型より温度係数がはるかに小さい R カット式随昇進同士が、 小が一作によって発明された。また成功は、早くから、クオーツ時計に注目しており、1958年から、クオーツ時計の開発に取り組み、1964年の、東京オリンピックでは、壁掛け時計並みのサイズまで小型化した時計を、大会公式時計として、提供、実用に耐える、技術水準を達成した。その後、クオーツ時計は、 価格は高価だったものの船舶用など、特殊分野向けの市販製品として販売された。1967年、世界初のアナログ回路を用いたクオーデッド系のプロトタイプが登場した、スイスのセンターエレクトロニークホーロッガーによる、ベータ1、及び日本の成功によるアストロンのプロトタイプである。しかしながら、 超小型化と強い対衝撃性が求められる腕時計では、クオーツの実用化は難航した。世界初の市販クオーツ腕時計は1969年の成功によるアストロンであった。当時の価格は45万円と中型乗用車並みの価格であったが、その後急速なコストダウンが進んだ。1970年代には成功が特許を公開したことで、 各メーカーがクオーツ時計の製造に参入し、市場を席巻して、クオーツショックと呼ばれる現象を引き起こした。この時期はクオーツ時計の低価格化が進んだ一方、スイスをはじめとする欧米の時計メーカーは、機械式の腕時計が売れなくなったことで大打撃を受け、特にアメリカ合衆国の時計産業はほぼ全滅状態に陥った。1980年代までに、 クオーツ時計の技術は、キッチンタイマーや、目覚まし時計、銀行の金庫の次元上にまで応用されていった。技術革新と各社間の競争により、現在では安価なクオーツ時計は100円ショップでも、買えるぐらい、安くなった。またクオーツショックの後機械式腕時計が見直され、ブームが訪れている。電波時計としてのクオーツ時計が普及した。 近年スマートフォンの普及とともにその内部に内蔵される電波時計としての役割を増していった。従来、時計は精度が高いほど高性能であり高価であったが、一般的なクオーツ時計と機械式時計を比べると、クオーツ時計の月差と機械式時計の日差しが同程度であり、完全に逆転している。本来は当然高精度の方が良いが、近年は、 電波時計を搭載されたスマートフォンの普及により容易に正確な時刻を知ることができ時計の携帯の必要が薄れつつあるそのため効果でも誤差が大きいと言える機械式時計においてこだわりを持って伝統的な衣装やメカニズムものづくりの思想を楽しむといった傾向が続いているその一方でクオーツ時計は 安物の代名詞とまで言われるようになってしまったが、実用時計としてのクオーツ時計の高コストパフォーマンスは揺るぎない。成功ミュージアムクオーツ時計の誕生。2020年5月10日閲覧。推奨振動子2個を使用したものに、成功のツインクオーツシリーズがあったが、電波時計に移行したため生産中止となっている。推奨3を使用したものは、 シチズン時計グループとなったブローバのトータルでの振動数を通常の8倍の 262kHz に上げた UHF ムーブメント仕様の4つのシリーズがある。メディスン、WAJW ホートン、プレシジョンディターミネーションオブフリークエンシー。IRE プロック、16、137、154、ドイ、10.1109。 ジアプロック、1928.221372、メリスン、ウォーレン、ザイボリューションオブザ。クオーツクリスタルクロック27。 5, 5 1百 5, 5 8 8一瞬零零零5から8580、る五51億 6, 6 4 0百2万8321、http コロンスラッシュスラッシュ www.ieee-uffc.org スラッシュ freqcontrol スラッシュ m a r r i s o n スラッシュ marrison.html。ペリスン1948 サリバン。DB タイムフリークエンシーメジャメントアットニストザ・ファースト100 y e a r タイムフリークエンシーディビジョンナショナル・インスティチュート・オブ・スタンダーズテクノロジー P5、2011年10月10日閲覧古外作と推奨振動子電気学会 ABC ガルリンステファンズマギー・デニス・エンジニアリング・タイム インベンティングザ・エレクトロニックリストウォッチ成功、公式ウェブサイト、フロムザ・ルーツ・アンティル・トゥレイズ・アチーブメンツ。フェデレーション・オブ・ザ・スイス・ウォッチ・インダストリー。2007年12月6日、閲覧。クオーツ・アストロン、成功ウォッチコーキザ・成功ミュージアム成功ミュージアム。museum.seco.co.jp。2019年10月19日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2019年10月19日閲覧。アストロン1966年に発売された、トヨタカローラ E10 が1台43万2000円だった。ありがとうございます。